加納寺五郎像を占いし元は、東京都文京区大塚にある庭園。徳川光国の異ぼて松平よりもとが1659年に上屋敷を構えた庭園の名残である。松平よりもとの小頼貞は、道のく国主産藩主として二万国を領し、大学頭となった。園内の1746年に建てられた碑文は、我が親家の園は、占い春と名付く。 その中見るところは、梅を陶き、林鳥地魚、緑竹、丹海で、秋月冬行き、およそ四時の景あらざるはなし、とある。当時は、江戸の三名園の一つであったという、池を、落ち地、橋を降り、柳橋という、江戸時代には、ホトトギスの名所としても知られていた。1903年に、東京高等師範学校が、あゆ島からここに移った、ことにより、 占い主園は、高知の一部となった、筑波大学附属小学校の自然観察園として管理されている。現在、占い主園は、筑波大学附属小学校の自然観察の場ともなっているが、一般区民にも開放されている。ここは、明るく、広々とした、教育の森公園とは異なり、斜面と低地を利用した園内は、様々な樹木がうっそうと生い茂り、 笹に覆われた樹木の下には、細い階段状の縁路が池に向かって下っている。中島のある池の周りには、大木が生い茂り、静かな雰囲気を漂わせている。東側の低地にある広場には、見事な枝ぶりのかつらが3本ある。また教育の森公園側の入り口近くには日本では、珍しい白松や大王将がある。加納寺五郎の銅像も園内にある。ありがとうございます。